メントを固定しよう。はーる、はーる、ヒロイン、受注。あ、そうなんです、髪切りました。予約、受付、第2弾、うん、商品紹介で、これを固定。あ、目かわいい。皆さんこんにちは、すいません少し遅れてしまいました。はい、ありがとうございます。そうなんです、今日はですね、早速なんですけど、本日もう今です。今日24日の20時8時からスタートしました、春ヒロインの受注予約受付第2弾の小物たち、トートバッグ2種類と、あと巾着と、あとポーチの商品紹介をさせていただきたいと思います。もうすでにゲットしましたって方はいらっしゃるのかな。ちょっと私これすごい絶妙な高さだな、どうしよう。ちょっと下げようか、下がるかな、あ、下がるかな、これ下がんないかも。うん、すいません、よいしょ、あ、ちょっといい、こんな感じ。はい、ちょっとすいません、バタバタしてました。はい、まずはトートバッグから紹介しようかなと思うんですけど、ちょっと私今日もこれ使ってたから、ちょっとゴミが入ってる。このこちら、まずはすいませんね。はい、こちらガーベアスクエアトート N バッグ、こちらです。じゃーん、これはトートバッグの大きい方のサイズ、 M サイズのバッグになっています。こんな感じ、かわいいです。これはガーベラトートバッグの S サイズ、スクエア型 S サイズと M サイズの2種類、2つの大きさがありまして、こっちが M サイズでこっちが S サイズになります。で、どっちにもここには春ヒロインのロゴがさりげなく入っています。で、内ポケットありますかって質問があったんですけど、どっちにも内ポケットございます。こんな感じで、こういう入れれる場所、小物入れれる場所とかはついています。マッチはこんな感じですね、結構大きめにあるので、なんか形のあるものとかボックス系のもの、お弁当箱とかそういうのも入ります。こっちもこんぐらい結構大きめのマッチがついてるので、はい、30超えてても大丈夫だ、全然大丈夫です。私はこれ多分もうおばあちゃんになっても使っちゃう。かわいいんですよ。で、肩にかけるとこんな感じです。大きい方はこんな感じ、結構、あ、失礼。結構ね、サイズ的にもちょうどよくて、結構ビッグに見られるんですけど、容量ある割にはパッと見はそんなにデカとは思わないので、可愛らしい大きさです。こんな感じで、 S サイズはこんな感じ、顔を2つ分ぐらいかな。でも S サイズもすごく使い勝手が良くて、私どっちも結構普段から使ってるんですけど何だろうな、例えばメイク道具とかヘアアイロンとか
持っていかなきゃいけないときは M サイズの方のバッグを使ったりとか、でちょっとお出かけ、本当にお財布、ポーチ、iPhone、AirPods とかそういうちょっとしたものだけ入れたいときはこのちっちゃい方を使っています。はい、かわいいですよね。でじゃあとりあえずざっと説明しますね。これが M バッグと S バッグで、続いてがガーベラスクエアポーチ、こちらです。ちょっとタグがついちゃってるんですけど、これガーベラスクエアポーチはこんな感じです。これもめっちゃ可愛くて、そう同じ全部柄なんですけど、生地もしっかりしていてこんな感じ、中身こんな感じです。はい、これは私だったらお直しポーチとかメイクポーチにするにはちょっと容量が少ないかなって感じなので、ショルダーバッグとかにポンって入れておくようなお直しポーチにも使えるし、あとモバイルバッテリーとか、あとこういう私が2台持ってた iPhone とか AirPods とか電子機器を入れる用のボックスポーチに、あ充電器とかを入れるポーチに使ってもいいかなって思います。ハンカチティッシュ入れとかいいと思います。はい、でこれはガーベラスクエアポーチです。でこちらガーベラ巾着めっちゃ可愛くないですか。これ結構一押しなんですけど、これ本当に可愛いで、思ったより大容量です。結構入るので、ちょっとこの後こういうの入りますよっていう実験みたいなするんですけど、かなり入ります。本当に頭は入んないかもしれない、頭は入らないけど、でもしっかり口が開いてるので取り出しもしやすいし、あと透けないので、うん、何でも入れると思います。はい、よいしょ、巾着で、ここはあれです、レーザー、レーザーっぽい生地になっています。生地素材になっています。これもロゴが入っています。よいしょ頭入れる人いない、すいません、なんかちょっと基準がどういう風に言えば大きさ伝わるかなと思って。巾着の生地はトートバッグと一緒、そうです、同じ生地です。これも同じ生地です。しっかりしてます、結構、うん、可愛いんですよこれ、めっちゃはい、で今回はこのガーベラ柄の小物トートバッグ、ガーベラスクエアトート S バッグとガーベラスクエアトートの M バッグ、ガーベラスクエアポーチで、ガーベラ巾着の4種類です。第2弾は4種類出させていただきます。はいそう、旅行の時とか確かに使えそうですよね。そう、洗濯はダメなんですよ、洗濯できないので、手洗いとかで優しく洗ってもらえたらなって思います。ちょっと待ってねどうだろう、はい、でですね、そう、皆さんが気になってるこれにこれ入りますかシリーズをやっていきたいと思うんですけど、結構本当にどれも何も問題なく、まあまあ思ったよりサイズ感が大きいので、ちょっとどんどん言ってるのは私が足でクローゼットを押してるせいです、すいません。洋服とかを入れてみようと思います。ニットでしょ、トレーナーでしょ、まずはガーベラ M バッグ、この大きい方のバッグにどのぐらい入るのか入れてみたいと思います。結構どっさり入ると思うんですけど、よいしょ、
よいしょよいしょ。まずは厚手のニットとトレーナーを入れてみました。あ、めっちゃいいじゃないかこんな感じです。ちょっとこんな感じ、全然余裕半分ぐらい埋まったかなって感じです。マチがしっかりついてるのでマチも全然乱れることもなく綺麗に入りました。こんな感じで、プラスしてもう一枚ニット入れてみようかな。こういうニット、冬のニットを入れてみます。まだいけるな、これは。こんな感じです。まだ入るまだ結構入るぐらい、結構容量は本当に自信があります。そうなんですよ。あ、そうです、遠征ちょっと遠くに行きますよってお泊りの時とかも全然入ると思います。2泊分ぐらい入るんじゃないかな。ニット2枚とトレーナー入って、もう1枚薄手のニットがもう2枚ぐらい入るかなくらいの大きさ。よいしょ、で、しょってみるとこんな感じです。こんな感じちょっと大きくなっちゃうけど、まあでもかわいい。こんな感じですかわいいな、やっぱりこれ。はい、どうですかね。こんなで、そう、お洋服を入れてみたんですけど、ね、かわいいですよね。そうなんです、型崩れしないんですよ。生地もしっかりしてるし、マチもちゃんとあるので本当に型崩れ全然しないです。かわいいんですよ本当に。で、この M バッグの方にコンサート用のうちは入りますかって質問がすごく多かったんですね。なので私ちょっと100均でうちは買ってきましたじゃん、こういうことですよね多分。イエーイっていうののライブ用のバッグにしたいですっていう言葉をたくさんいただいたので、うちは買ってきましたいきますよ、入れますね。この大きい大きいこのうちわを入れます。しっかり柄の部分、柄の、これが柄なんですけど見づらいかな、しっかり柄の部分まで隠れました。こんな感じ、ちゃんと入ります。めっちゃいい、こんな感じです。しっかりスポット余裕で入っちゃいました。余裕、かわいいですよね。全然大丈夫です、うちは。ぜひどんな方のライブにでもコンサートバッグとしても使ってほしいですし、これが入るってことはもちろんペンライト、サイリウムとかも入るので、ぜひ好きなアイドルの方、アーティストの方とかお笑いライブとかでもいいし、ぜひねルンルンでいけるようなバッグですめっちゃいい、めっちゃ入るじゃないですかねえ。そう、ライブグッズも T シャツももちろん入りますし、で、M バッグはこんな感じです。やっぱもう20分経ってやばいね。そう、 M バッグはこんな感じで、で、今度は S バッグ、こっちのスクエア型の方はどんぐらい入りますかっていう質問をいただいてるので、こっちにもちょっと物を入れてみようかなと思います。で、こっちだとお洋服はこのトレーナーを入れてみると、よいしょ、こんな感じ、こんな感じです。これももう1枚ぐらいかな、トレーナーが2枚ぐらい入る大きさです。 T シャツなら丸めれば 1,2,3,4,5,6 枚ぐらい入りそう分かんないけどこんな感じです。はい、
結構こっちも入ります。でこっちは肩にかけるのはちょっと厳しいかもしれなくて、こっちはそうですね、まあかけれるっちゃかけれるけど、あんまりあのねスムーズじゃないっていうか、うん、ちょっと多分普通に持った方が可愛いかなって感じ。こう持った方が多分可愛いですはい、ねえ可愛いですよね。こんな感じで、これはトレーナーが一番入って、この大きさ結構やっぱ入るんですよね。で私のメイクポーチがここに今あって、こんなぐらい顔と同じぐらいの大きさのメイクポーチがあるんですけど、ちょっと高さもあって、これを入れるとぴょん、これも全然すっぽり入ります。っていうかもうマチが本当に広いから、こういうのもしっかり型崩れせずに支えてくれるのでめちゃめちゃ便利です。なんだろう、なんかさっきのじゃあトレーナーをよいしょこうして入れると、あ、めっちゃぴったり、こんな感じ。メイクポーチとトレーナー入れるとこんな感じ、もうしっかりしっかりこんな感じです。はい、よし。でこっちの方にうちわを入れた場合は、こっちだと正直嘘をつかずに言うとちょっとチラッと見えちゃいますのでご了承くださいチラ見えしちゃう。まあでもそんなにね、こんな感じになります。こっちにうちわ入れると、はい。でこっちに本とか書類系入りますかっていう質問があったんですけど、本は多分ね、これが A4 サイズのファイルなんですけど、これはねこっちにはねこんな感じでちょっとはみ出ちゃうんですよ。なので学生さんとか大きめのファイルを使う方はこっちの M バッグだともうほんと問題なくストンと入るので、こんな感じ余裕あるので。あとパソコン入りますかって質問もあったんですけど、 Mac のパソコンこっちじゃ入らなくてこっちだと入りました。こっちはもう本当に結構もう物選ばずに使っていただけるかなって思います。でこっちにも入る本はもちろんありまして、ちょっと私がこれまでいただいてきた大好きなお友達たちの写真集がここにあるので入れてみようと思うんですけどね、こっちみーちゃんね、みーちゃんここに入れてますよ。みーちゃんここに、はいはい、みーちゃん、はい、みーちゃん入りました。でみーちゃんの場合はここ見てください、これねちょうどマチにぴったりちょうどマチにぴったりなんですよ。そうだからもう結構そういう風にね、なんだろう、こんぐらいのみーちゃんの写真集ぐらい、フォトブックぐらいだったら全然余裕で入ります。でこれ入れてみて、でこのメゾンドフルールさんのこのブック、これも入るし、あとこの仲良しの新内麻衣さん乃木坂46さんの新内さんのも入るし、あ、結構入れようと思えばそういう方、そういう大きさのものは全然入ります。こんな感じ、あ、参考書とかだったら入るんだと思うんですけど、そうファイルってなるとちょっと大きいファイルは厳しいかなって思います。お、バッグを折ってコンパクトになりますか。これはじゃじゃーんじゃーん、なりますこんぐらいちっちゃくなります。なので本当に
バッグにピョンって入れとく、エコバッグとかにも使えるかなって思います。はい、こんな感じで生地がしっかりしてるから、そういう風に畳んでも全然癖もつかないのも嬉しいポイントです。はい、じゃあ続いてポーチに行こうかな。時間がないんですよね。あ、大丈夫、あと30分。こちら春ヒロイン、春ヒロインじゃない、ガーベラスクエアポーチ。こちらは本当にさっきも言ったようにお直し用のメイク道具とか入れるのにちょうどいいので、ちょっと私のメイク道具で 何が何個入るのかちょっと実証してみたいなと思います。よいしょ。じゃあ私がメイク道具ポーチに入れておきたいお直し用のコスメたちを抜粋してちょっと入れてみますね。よいしょ。まずはこちらファンデーション、クッションファンデーション、厚みのあるファンデーションでしょ、ここに入れて、でこちらパウダーを入れて、で絶対必要なのがこのリップバーム、でリップ、これイヴ・サンローランボリュープデシャインの4番、いつも使ってるやつで、で目薬、ハイライト、あとなんだろうな、あとこれ大事、このあの幼児ピック、あの何 YouTube のあのバッグの中身でも紹介したんですけど、こういうお直しする時用のピック、あとなんだろうな、リップもう一本、これシャネルの、これも最近今日これ使ってます、92番。結構まだ入るんですよね。よいしょ。あとは保湿クリーム、あ、日焼け止め、日焼け止め入れます。こんな感じ、これでちょうど2人ぐらいかな、こんな感じです。よいしょ。結構思ったより入るんですよ。中はこんな感じで、日焼け止めを取るとこんな感じ。まだ全然高さ的には余裕があるので、もうちょっと入るかなっていう感じ。こんな感じです。どうですかね。そう、結構使い勝手いいと思います、メイク道具とか。こんな感じかな。そう、こういうビオレの日焼け止めとかも全然問題なく入ります。うん、こんな感じです。あ、ポーチはショルダーバッグに入りますか。ちょっとやってみますね、ちょっとお待ちくださいね。ショルダーバッグどれがいいかな、これがいいか、2個ぐらい失礼私がよく使うこういうキラキラのちっちゃめのショルダーバッグがあるんですけど、これに、あ、これには入んないかも、選ぶの失敗した。入るかな、あ、入るわ、ちょうどぴったりだ、入りました。ぴったり入りましたね。でもう一個、もう一個こっち、こういう型のついたショルダーバッグであったらもうちょっと余裕を持って縦にこうやって入るので、こっちにちょっとキュッてしてお財布も入るし、うん、ショルダーバッグに入りそうです。はい、あ、確かにクリアバッグに入れたらめっちゃ可愛いですね、映えるよいしょ、こんな感じ、よいしょ。ビューラーも入ります。うん、そう、そしたら最後
巾着。寒いな。ガーベラ巾着の方にいろいろと詰めていきたいと思うんですけど、ガーベラ巾着が多分ね、メイク道具、私の汚いからすいません事故多分私のメイクポーチのものだと全部入っちゃって容量が分かりづらいから、何を入れればいいかな。ポーチの手触りは本当にデニムっぽい生地、分厚めの生地ですなんて言ったらいいんだろう。よいしょ。何を入れようか。なんならさ、これさ、入るんですよねこの私が使ってるメイクポーチがポーチごと入るぐらいの容量がありますめっちゃめっちゃ入ります。これポーチの中は仕切りはなくって、もうほんとまっさらのこういうシンプルな中なんですけど、こんな感じ。もちろんこのポーチも入るし、というか服入れてみようか。さっきのトレーナーはやっぱ分かりやすい。じゃあこのさっきのトレーナーさんをここにスポッ入れると、ちょっとすごい雑に入れちゃった。こんな感じです。これもこの巾着も多分この薄手のトレーナーが2枚入るぐらいかなって思います。はい、こんな感じ。何でも入りすぎ、すごい確かに何でも入ります。そう、大きいんですよ。なんだろう、スニーカー、はい、スニーカーがちょっとね今なくて、取りに行ってみようか。ちょっと開けてもいいですか、時間ちょっと一瞬1分ぐらいなくなります、すいません。全然かかんなかったですか、大丈夫ですか。じゃん、靴を持ってきました。このスニーカー、コンバースさんが入る。コンバースは厳しいんじゃないかなって思うじゃないですかって思うと思うんですけど、あ、こんな感じ。一応入るんですけど、ちょっと絞りが
りないかなって感じです。まあでも入ることには入るので使えなくはないんですけど、若干絞り切らないのでちょっと出ちゃうかなって感じですね。足のサイズにもよるのかなとも思います。私 23.5 か4で、でも多分コンバースはねサイズ大きいの使ってるんじゃないか。24だ、24でこのぐらいですね。23センチ以下は確かにいける説ちょっとでも私23センチの靴持ってないからあれなんですけど、サンダル持ってこようか、サンダル持ってきましょうよいしょ、じゃん、このサンダルちゃんを入れてみよう。これは 23.5 入れます。あ、余裕、閉まる。サンダルは入ります。皆さん 23.5 センチのサンダルはしっかり巾着に収まりましたこれはめっちゃいいかも。男性は確かにちょっと、男性は厳しいかも。 Bサンダルとかだったらまだチャンスはあるんですけど、スニーカーは多分おそらく入らないですね。24で頭出ちゃってたので。でもサンダルは入りました、よかった。靴もいけます。これ上履き入れとかにもいいかもしれない。学校のこんな感じです。はーい。で、防水ですかってご質問あったんですけど、どれも防水ではないです。なので雨に濡れちゃうよって時はぜひ傘を差して使ってもらえたらなって思います。はい。で、あとですね、このポーチ、これが皆さんにお届けするこのポーチは裏地もガーベラ柄になっているそうです。これがちょっと変更点らしいので、ここが可愛くガーベラ柄になっているそうです。はい。商品ページに、あのストライプクラブさんの商品ページに行くと多分追加で記載があると思うので、ぜひよく見て購入していただけたらなって思います。はい。で、いろいろ入れてきたんですけどちょっとお値段の方を言っていないので一個一個言いますね。改めまして、こちらのガーベラスクエアトート S バッグは税込みで、あ、嘘、税抜きで2390円。え、こっち裏地はガーベラ柄じゃないの、ないんだ。あれ、どういうことだ、忘れてくださいすいません。赤い裏地がつくんだ。赤い裏地がつくそうです。こっちはガーベラの裏地じゃなくて赤い生地、赤い、ただの赤い生地が裏地になるそうです。すいません。で、お値段戻りますね。こっちのガーベラスクエアトート S バッグが2390円で、こちらガーベラスクエアトート M バッグが2990円、で、こっち先かで、ガーベラスクエアポーチが2590円で、ガーベラ巾着も2590円になります。うん、リーズナブル、あ、嬉しい、ありがとうございます。どれも本当に可愛いので、もうぜひ使ってほしい。私も結構愛用していて、今日もガーベラトートで出かけてました。はい。でですね、受注期間のご説明、最後にもちょっとこの後にもちゃんとするんですけど、受注期間は今日の24日20時8時からもう絶賛受注受付、予約の受付をしてるんですけど、8時からと6月30日の23時59分までが受注予約の受付期間なので、それ以外だとはぁってなっちゃうので、ぜひお忘れのないように皆さんご予約お願いいたします。とうとう買います、ありがとうございます。
こちらの小物たち4種類はお届けは8月の下旬頃になっています。うちはもう一回 M サイズ入れてみてほしいです。うちは入れます。よいしょこんな感じです。入りました。でここのトートの方はここにマグネット磁石ついてるのでパッチン止めがあるので安心ですね。はい、かな。嬉しい。全部買えますだってありがとうございます今のは大きい方です。これは M サイズの方です。ガーベラスクエアトートの M サイズの方です。はい、この後絶対予約するだってありがとうございます。嬉しい。この期間に買わないと買えないですか？ですね、ポップアップショップでの販売もあるんですけど、数に限りがあるので、これは iPhone ケースと同様で今回の受注生産なので、皆さんから予約をいただいた分だけ生産する形なので、確実に手に入るのはこの受注予約期間で予約してくださった方が確実に手に入ります。はい、ポップアップショップは9月の7日からになります。そうですね、早く欲しいって方はこの期間に予約していただければ8月の下旬には届くので、ポップアップよりも早く手に入ります。こんなに可愛くて安いと迷っちゃうなんて嬉しいに？アーカイブ残します、もちろんです。ちょっといろいろハプニングがあって申し訳ないですけど、ドタバタですけど一応残しますね。でこの間の iPhone ケースの時みたいに、あの YouTube でもちゃんと商品紹介、こういうライブ、今みたいに説明したような動画を出すので、はい、最後の最後にまだ迷うよって方はぜひその動画を見てからでももちろん間に合うので、いろいろとぜひ悩んで決めてもらえたらいいなって思います。まだ時間はあるので。ポップアップショップはラフォーレ原宿さん見てやらせていただきます。iPhone ケースの再販は受注予約ではもう再販はないんですけど、 iPhone ケースもこの小物たちと同じでポップアップショップでも購入していただけますので、ぜひ原宿、ラフォーレ原宿さん遊びに来てもらえたらなって思います。名古屋に来ることありますか？待っててください。バッグの小ささでもう一回見せてください。こっちかな、こっち S サイズの方です。こっち大きいポーチも、あ、よいしょ、入ります。こんな感じ、はい、で持つとこんな感じ、こんな感じかな。はいよいしょ。どうだろう皆さん、ちょっとは伝わったかなって。あ、またやった、すいません。
アクセサリー出してほしいです、さ、そう、アクセサリーを出してほしいですっていうコメント本当にたくさんいただくので、ね、ちょっと本当に真剣に考えますね。今のところはないんですけど、私もピアスとかネックレスとかブレスレット指輪大好きなので、ね、作れたらいいなって思います。わかりました、伝わりました、後でアーカイブ配信見直してまた考えるね、ありがとうございます。S と M のマチのサイズ、マチの長さ一緒、マチじゃないやS と M のこの持ち手の長さ一緒ですかってご質問あったんですけど、全然違くって、 M サイズの方が長いのでこんぐらい違うので、こっちは肩にかけれるんですよ、すんなり。でもこっちはちょっと肩だとしんどいかなっていう部分があるので、肩掛けがいいなって方はこっちを M サイズをおすすめします。はい、はい、こんな感じかな。バッグは防水じゃないです、傘をぜひさしてください。あ、ルームウェアとかもいいですね、嬉しい、ありがとうございます。はい、ではちょっとそんなこんなでライブしてきたんですけど、またちょっともう一回最後に改めて説明をしようと思うんですけど、ちょっと洋服、皆さんどれが気になってますとかありますか？サイズの欲しい、ポーチ欲しい、全部欲しい、全部みんな全部、巾着欲しい、ポーチ気になります、 M サイズトートとポーチ嬉しい、みんな全部買いましたね、みんな嬉しい、優しい、ありがとうございます。じゃあちょっとまた一からさらっとおさらいして終わりますね。こちらはガーベラスクエアトートの S バッグ2390円です。スクエア型、結構これはミニマムサイズに見えながらもしっかりマッチがあるので、こういう大きめの、私が普段使ってる大きめのこのバニティポーチもスポッと入っちゃいます。こんな感じ、はいこれが S サイズのポーチです。で続いてはこの M サイズポーチ、ポーチじゃないバイクポーチって言ったの私、これS サイズトート、はい、でこちらは M サイズの方のトートです。じゃーん、今はこんな感じでトレーナーとニットが入ってて、でここにうちわが入っています。うちわも結構しっかり柄の部分までしっかり隠れてくれるので、ライブコンサートとか行かれる方とかも使っていただけるかなって思います。これはガーベラスクエアトート M バッグで2990円です。はい、そしてこちらガーベラスクエアポーチ、こちらはちらりこんな感じで日焼け止めをどかすと、たくさんたくさんメイク道具、私がお直しポーチに入れてるような内容が、パウダー、クッション、ファンデ、リップ2本と目薬、あとお直しピックと、あとこれなんかハイライトとリップバームがすっぽり入るようなサイズ感になっています。で、こちらガーベラスクエアポーチは2590円になります。はい。
ね、さっきも質問にあったこういうショルダーバッグに入りますかっていう質問、スポット入ります、こんな感じ、はい、こっちサイズも入ります、はい、これがガーベラスクエアポーチ2590円で、最後はこちらガーベラ巾着、こちらはさっきも言えた通り、このお靴サンダルがスポット、よいしょ、入ってもしっかりちゃんとキュッと、あ、形がいびつになっちゃった真ん中にしてね、はい、キュッと入ります、こんな感じ、靴を入れるのも良しだし、あとは私が使ってるメイク道具一式全部入れても半分ぐらいかなって感じなので、メイクポーチにするのも良しだし、ね、上履きとか入れてもいいし、あとお泊まり用のバッグ、例えばこういうお泊まり用のバッグを使う時も、中の仕切り用にこれをパジャマとか、あと下着類とか入れて持ってくのも便利かなって思います、はい、でこれはガーベラ巾着で2590円になります。でね、超私の余談なんですけど、多分これお祭りに浴衣に合わせるのも絶対可愛いと思うんですよ。私はぜひこの夏そういう使い方をしてみようかなって思っております。はい、で生地に関してはどれも同じ生地、同じ肌触りで同じ生地を使っていて、かなりしっかりした生地になってて、でお洗濯はできないので、手洗いを、優しく手洗いをしていただけると嬉しいです。で防水ではなくて、はい、ぜひ雨に濡れないようにしてほしいなって思います。でこっちのちっちゃいバッグに A4 サイズ入りますかって質問もあったんですけど、これが多分 A4 のファイルなんですけど、こっちの S サイズの方に A4 は結構厳しくて入らないかなっていう、はみ出ちゃうので、そう、 A4 サイズ入れたいよって方はこっちの M の方のバッグを使ってもらえると嬉しいというか、入るかなって思います。肩にかけた感じを見たいです。よいしょ、こんな感じです。ちょっと見えちゃったこういう感じかな、こんな感じで、でこっちはよいしょ、こんな感じ、こうやって持つのが可愛いと思います、こんな感じ、はい、で浴衣に合わせて欲しいっていう、こういう巾着は絶対可愛いと思うんですよね。これ下駄にも絶対合うので、和服にも合うような、ちょっとなんだろうな、くすんだベージュベースにこのワインレッドのお花ガーベラなので、はい、絶対可愛いと思います。はい、こんな感じかな。ちょっと本当に毎度毎度ね、すいません、バタバタで1時間しかできないライブなので、インスタってちょっとバタバタしちゃったんですけど、こんな感じで、はい、やってきました。見てたら全部欲しくなった、ありがとうございます。そうで、さっきも言ったように、また YouTube でも、私のチャンネルの方でも商品紹介の動画を出そうと思うので、はい、ぜひ皆さんいっぱいいっぱい悩んでください。そして最後になりましたが、受注期間については、本日24日6月24日から24日の8時、もうスタートしてます、夜の8時から6月30日の23時59分までとなっております。そしてお届け予定は、すべてこの4つすべて8月下旬にお届けになります。はい、ぜひ皆さんいっぱい悩んで、これが欲しいって決めて予約して届いて、ルンルンでお出かけしてもらえたらなって思います。はい、でライブ終了後に、注文できるサイト、ストライプクラブ
での注文になるんですけど、ふぬぬぬぬぬぬですけど、ストライプクラブさんに飛べる URL を載せたあのストーリーを更新するので、はい、そこからピョンって飛んでいただければ予約ができるようにしますので、ぜひ見てみてください。はい、ではやばい、あとね、あと4分。じゃあ皆さんすいません、バタバタしてたくさんの方が見に来てくださってとっても嬉しかったです。ありがとうございました。またね、インスタライブ含め YouTube なりいろいろと、はい、しようと思うので、ぜひ春ヒロインこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、バイバイ。よいしょ。